ミホキュメンタリー。今日はなんと久しぶりのマイナス来ました。マイナス 0.1kg でした。嬉しい。今日から出張に行ってくるので、この出張の間にどれだけ減ったか増えたか、はい、楽しみです。東京駅これから行ってきます。東京駅を出て新幹線に揺られること2時間半。車内では音楽を聴いたり、あとポエムを書き留めたり、ぼーっとしたりして過ごしました。新大阪の駅について、まず初めにびっくりしたのが、のぞみ、ひかり、桜って書いてあって、桜って初めて見ました。鹿児島の方に出ている新幹線みたいです。今日の晩ご飯どうしようかなと思って、お弁当屋さんの前にいます。いろんな駅弁が置いてあって、どうしようかな、ちょっと悩みます。悩んだ私は結局いろいろ入っている幕の内弁当にしました。今日は早めに夕飯を食べて、早めにお風呂に入って、明日朝早いので早めに寝ようと思います。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。